アイスティーです。僕は世界中の研究者が楽しく研究している沖縄科学技術大学院大学オイストのオイスティー。今日はその中でも海洋研究を中心にしているオイストマリンサイエンスステーションに遊びに来たよ。今日も僕と一緒に海洋科学の素晴らしい世界を覗いてみよう。オイストマリンサイエンスステーションはオイストメインキャンパスから近い地元の漁港の中にある海洋生物のサンプル採取や長期飼育が可能な施設なんだ。サンゴ礁なども世界最高水準の施設を使って研究できるんだよ。沖縄の海を研究する科学者にとっては最高の場所だね。ボブさんはサンゴの研究をしてるよ。分子生理学を中心に。ってちょっと難しいね。ボブさんに聞いてみよう。みんなこんにちは。私はボブと申します。今オイストで海洋生態物理のユニットで研究しています。 My personal experiment is about how coral responds to environmental stress and how coral can like escape from this like bad environment. This is the experiment we are going to do. So first of all, we will take one coral from the tank and we will move this coral to the tank we are going to do the experiment. In this tank, we use this tank to prepare the bad environment for our experiment. For example, in this experiment, I put a lot of salt to the normal seawater, so this you can consider it a super salty seawater. From this like salty seawater, we gradually pump the water to our experimental tank, and then we will see how the coral responds to this gradually increased salinity environment. Let's say in my previous experience, previous institute in Taiwan, we can do ocean study, but we don't have the other like resource, like the sequencer and the high performance computer to do all the other things. So we always have to sacrifice one thing and then leave the rest part to the other team. But now at OIST, we have everything and we have a strong team. So everything can be done just at here. It makes everything easier, much better than all the other places. 石川さんは可愛いあの生き物の研究をしてるんだ。石川浩太と言います。海洋生物の行動学について研究しています。チンアナゴの、接触行動、食事の、研究をしています。チンアナゴが、動物性のプランクトンを食べるんですけれども、それをじゃあ環境を変えていった時に、例えば流れの強さを変えていったりだとか、プランクトンの密度を変えていった時にどういったふうにそのチンアナゴの行動が変わっていくかっていうのを研究しています。最初にまずはプランクトンの数を一定数数えて、それをチンアナゴに食べさせる時間を設けます。でその後またプランクトンを回収して、チンアナゴが食べなかったプランクトンの数を数えることによって、チンアナゴが食べたプランクトンの数を算出して、でそれがまあ結果になります。で同時にビデオも撮って、それを解析することによってチンアナゴの体の動きとかを解析します。やっぱりチンアナゴ、絶滅危惧種ではないですし、普通の魚、ちょっとユニークな魚ではあるんですけれども、逆にそれが自分だけがやっているという研究の内容になるので、かなりそこが魅力かなと思います。自分は海洋生態物理学ユニットというところで、基本的には一人ではなく、ポスドクと呼ばれる先輩の人と一緒に研究しています。例えば自分が苦手な解析だとかがあると、そこを一緒にやってもらうことによって早く先に進めるというのがあります。ボブさんや石川さんの研究とっても面白かったね。海に囲まれた沖縄で海洋研究はとっても大事なことなんだ。みんなも知りたいこと、
知らないこと、疑問を持つことを大事にしよう。お一緒で待ってるよ。バイバイ。